2007年時点のうらら広場と憩いの泉ロラ2階の日高屋土浦西口店とウェスタンジャンゴロラ1階の油そば専門の飲食店、油部。うららは茨城県土浦市大和町に立地する3棟の複合施設である。再開発により伊東洋華道土浦店を各店舗とする。 複合商業施設として1997年10月2日に開業したが、2013年2月17日に、ロラ部分に入居していた店舗のほとんどが閉店した。店舗閉店後は改装工事を経て、2015年9月24日から、土浦市役所本庁舎としての供用を開始した。ロラの整備には、土浦、阿見都市計画事業と土浦駅前地区第一種市街地。 再開発事業を導入したものであり、施行者は土浦駅前畜市街地再開発組合、施行面積は約2.1ヘクタール、事業費は約330億円であった。ロラ、ロラにロラんの3階区に分かれており、それぞれの2階部分と土浦駅西口がペデストリアンデッキで結ばれている。建設前にはビル風対策のため模型を使った。 風道実験を行い、住み切りの実施や駐車場棟に中空階を設ける、などの対策が施されている。敷地面積9220.95平方メートル、建築面積8361.76平方メートル、延べ床面積6 9 1 4 5 7六七平方メートル、鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造一部鉄骨鉄筋コンクリート構造で、 地下1階地上31階建てである。土浦駅に面する東側と既存商店街に面する北側にメインエントランスを構え、北東角にガラスカーテンウォールのシースルーエレベーターを設置することでファサードを構成した。2013年2月17日までは地下1階から4階に伊藤洋華堂土浦店と医療品、書店、レストランなどの うらら専門店26店舗が出店していた。なお、うらら専門店の一部は、同年2月18日以降も営業を継続していた。伊東洋華道とうらら専門店の跡地には、土浦市役所本庁舎が下高津から移転し、2015年9月24日に、開庁した。地下には、霞土浦駅前店が同日に開店した。は、 茨城県県南障害学習センターが入居するほか、敷地西側には超高層マンションがある。ソリッドタワーは、茨城県庁行成長者に次いで、茨城県内の高層ビルとしては2番目に高い。ソリッドタワーは計画当初、ホテルとなる予定であったが、ホテル出店予定者が1993年に、住宅へ変更することを申し出て、代替となる。ホテル出店者が見つからなかったため、 マンションとなった。マンションの分譲には住宅デベロッパーを介在させず、再開発組合が価格設定を行って直接分譲希望者に分譲した。倉庫数は180戸で中央の吹き抜けを囲むように住居を廃止、標準の間取りは3から 4LDKS である。周辺にはソリッドタワーに匹敵する高さのビルは存在しないため、 最下層の9階の部屋からでも土浦市街の眺望が見通せる。また24時間営業の立体駐車場、本庁舎駐車場から各階に出入りができ、地下にある土浦市営駐輪場からは地下1階に直結する。屋外北側にはうらら広場がある。うらら広場は1993年に商業施設の規模の縮小を行ったものの代替施設を誘致できず、 また床を作らずに溶石を使い切らなければ床単価が上がってしまうという事情から床単価に反映しないように公共施設として整備されたものである通常期は歩行者の混雑緩和のための歩道代わりになるほか情報発信や祭り、祭事会場として利用される市役所の部署配置2017年4月1日現在敷地面積1732.87 平方メートル、建築面積1356.44平方メートル、延べ床面積1749.811平方メートル、地下1階地上8階建てで、高さ38.1メートルである。鉄骨構造であるが、合成確保のためコンクリート重点交換構造を採用している。ハートビル法認定。1階は、 証券会社などのテナント、2階3階には7種の専門家が集積する、うらら医療センター。4階から8階は、土浦市社会福祉協議会、障害者自立支援センター、老人福祉センター、うらら、青少年センターなどから構成される、土浦市総合福祉会館となっている。また、7階には、土浦市教育委員会が、新張庁舎から移転してきた。 計画当初は完全な業務ビルとする予定であったが、バブル崩壊の影響で、テナントが見つからなかったため、土浦市総合福祉会館を設置するに至った。ロラと、ロラ3式地面積1146.21平方メートル、建築面積905.40平方メートル、延べ床面積7335.940平方メートルで、地下1階地上8階建てで、 高さ37.0メートルである。ロラに同様鉄骨構造であるが、合成確保のため CFT を採用しているロラさんは、第二航空に当たり、ロラやロラによりも1年5ヶ月遅れて着工したが、竣工は同時であった。学習塾や、企業のオフィス、土浦若者ハローワークなどが入居する。ロラに同様、計画当初は完全な業務ビルとする予定であったが、テナントが見つからなかったため、 開業当初は、茨城県が、県南パスポートセンターを設置していた。県南パスポートセンターは、旅券発行の受付事務が市町村に移管されたことを受け、2009年12月28日に閉鎖した。伊東洋河道土浦店が営業していた、時期の浦々土浦市は長らく、茨城県南地域の政治、経済の中心都市の座にあったが、 つくば研究学園都市の建設などによる、つくば市等の周辺市町村の成長に伴って、相対的な地位が低下し始め、特に商業の不振が目立つようになってきた。こうした中、土浦商工会議所を中心として1970年以降、商業近代化計画が検討され、土浦駅前でも再開発事業を導入することになった。1980年9月に、 土浦駅前再開発推進協議会が発足し、当初は土浦市が主導して国際科学技術博覧会までに再開発を行うことも検討されたが、時間不足のため断念した。代わって、知見者らを中心とした再開発を行うことになり、1983年2月に土浦駅前再開発準備組合が発足し、これを支援するために土浦市は、 土浦駅前開発事務所を設立した。同年5月に事業計画素案がまとまり、翌1984年1月には都市計画決定、1985年に土浦市中心市街地活性化計画が発表された。ところが、各テナントとなるはずであった祖母が1985年12月に出店取りやめを発表したため、計画は 根本的に見直すことになった。そこで新たな各テナントを探すべく様々な企業へ出展を打診するとともに再開発事業を確実に遂行できるよう1986年8月に熊谷組をデベロッパーとして迎え入れた。また1987年12月には代表が組合に参加し新しい各テナントとして伊藤洋華堂が決定した。しかし、 敷地面積1万5000平方メートルに1棟を建てるという総合誘致を前提とした都市計画は変更せざるを得ず、交通動線などを考慮した結果、敷地を3分割する都市計画の変更が1988年1月に実施された。同年9月には準備組合から正式な組合である土浦駅前畜子街地再開発組合へと移行した。 時はバブル景気に沸いていたため地下や公費が高騰を続け、保留床の取得予定者との交渉が難航したため、事業は停滞した。バブル崩壊後、周辺地下の下落を受けて、地権者らの同意が得られるようになり、保留床問題も茨城県と土浦市がテナントとなることで決着した。1995年3月に第一航空が着工し、同年11月には、 土浦都市開発株式会社が設立され、1996年4月に再開発ビルの名称が浦々に決定した。同年8月には第二航区が着工した。第一航区と第二航区に分割されたのは、浦々の再開発事業に係る権利返還計画は、都市再開発法第110条に基づく全員、同意型であり、関係者全員の同意を得る必要があったのだが、 第2航区にあたる地権者2名が容易に同意しなかったためである。マンション部分の分譲は1996年9月と10月に行われ、平均倍率2倍の人気となり即日完売した。こうして、およそ四半世紀に及ぶ長い準備期間を経て、1997年9月に第1、第2航区の再開発ビルが、いずれも、春工10月に開業した。 東日本旅客鉄道場番線土浦駅、ペデストリアンデッキに直結。バスについては、土浦駅バス路線を参照。ありがとうございます。